嘘は嘘であるとか、見抜けるる人ででないいと難ししものがあるでしょうねそれのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつくのやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでも、そういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> 障害者年金をもらっている26歳の介護士です。帰還後に行って新人さんに積み立てるか迷います。またやってみたいことがあったらやった方がいい。まあ26歳だったらいろいろ手出して失敗した方がいいと思いますよ。僕も若い頃に株買って失敗したんだ。まあ正確に言うとあの、失敗したと思い込んでいたら成功したということが10年後にわかるっていう、<laughs> なんか面倒なことになってたんですけど。 なので、あの、そのセンスは間違っていたわけではないので、結果としては合っていたけど、でも被って損するよねっていう、あの、下手に被に突っ込まない方がいいよねっていうのが手に入ったので、そういう意味では良かったなと思いますね。その結局あの、ビギナーズラックで勝っちゃうと、被って儲かるんだって言ってどんどん突っ込んで、あの、大損ぶっこいて帰ってこなくなる人っていうもんですけど、なので僕はあの、損したって思い込めたっていうのが結構良かったなと思うんですよね。 えっとね、この話何回かしてると思うんですけど、あの、大学生の時に日経新聞を1ヶ月間無料で読んだんですよ。なんか1ヶ月だけ無料で読めるみたいなのがあって、で、あの、隅から隅まで毎日読んでたんですよね。で、隅から隅まで毎日読むっていうのをずっとやってると、結構ね、1、2時間かかっちゃうんですよ。そうそう、あのかぶそうね、カッツと思うとね、こう、突っ込んじゃうんですよ。 であのフリージアマクロスっていうあのパソコン販売会社があるんですけどその会社があのパソコン安いのを販売するときに配給っていう表コピーを使ってパソコンを売るんですよでそのコピーの広告が出ると何日か後に株価が上がるっていうのが構造としてだった貧乏人に来るのは儲け話に見せかけた詐欺本当に儲かる話は金持ちだけで枠が埋まります漢字証券会社に新規公開株買いませんか とか貧乏人は言われません。金融資産が千万ない人は投資を考える時間が損。ニーサでインデックスファンドに入れて、仕事頑張って給与を上げた方がお金は増える。あの、その当時、あの、インターネットでも株価とかってリアルタイムで見れなかったので、日経新聞の株価欄とかを見て、こうチェックして、あ、これ確かに上がるな、みたいなのがあって、なので、その、フリージャーマクロスが広告を出すと上がるっていうのが分かったので、じゃあ、フリージャーマクロスが広告を出したら、その日のうちに、 あの、証券会社に行こうと思って、確か19万円かなんか握りしめてて、ちょうど台風の日で、めちゃくちゃ雨降ってて、で、僕はあの、基本的に原付とかで移動してたんで、あの、ズブンネレ状の状態で、あの、たまにある大和証券に行って、あの、現金19万円出して、フリージアマクロスの株を買いたいですって言って、で、そこであの、株を買うっていうのをやったんですよ。 で、あの、まあ、株価ちょこちょこ見て、で、まあ、上がったり下がったりしてるから、ふーんっていうので、で、あの、その後、海外留学とかをして、で、帰ってきて、そういえば、あの株どうだったんだろうと思って、株価を見たら、19万円で買ってたのが、そ8万円とかになってたんですよ。すげえ損してるわと思って、ああ、やっぱり僕は株に向いてないんだなっていうふうに思って、そのまま寝かしてたんですよ。 で、ずっと株に向きたいなと思って普通に生活してて、で、その、現物の株券が持ってれちゃったんですよね。で、その現物の株券を、なんかあの、じゃあネット証券に入れられるっていう時代になって、あ、これじゃあまあ、現物のもの持ってても売りに行くの証券会社にいちいち行かなきゃいけないめんどくさいから、ネット証券に入れようと思って、で、今株価いくらなんだろうっていうので調べたら、確かなんか、ね、6万円とかで、どんどん下がってんなぁっていうふうに思ってたんですけど、違うの、もっと8万円くらいか。8万円から8万円であんま買ってなかったかな。で、その8万円ぐらいで、じゃああの、 こう株価を入れて、そのなんか、あの、その株券を郵送したら、100株買ったはずだったのが、300株になってたんですよ。毎月4万7000円の積み立てを45年間やって、利回りが東証平均利回りの2.7%だと、5000万円貯まります。毎月5万円ぐらい貯金できる人は、将来不安を感じないコースを進めてると思います。また、資産運用の勉強をするのは、1000万円以上貯めてないと効果が薄いので、 ニーサのインデックス投資でいいいと思いますでこれ何が起こったかっていうと、あの、僕が知らない間に勝手に株式分割してたんですよ。要はその、一株を持ってる人にはもう一株プレゼントっていう株式分割っていうのがあって、なので100株買った僕は200株になってたんですよ。で、 200株になった時に株価半分になってるじゃん、損したよと思ってたんだけど、損してなかったんですよ。要はあの、その100株だったら、えー、と19万円だけど、あの200株渡されてるので、株価10万円だとトントンなんですよ。っていうところで、で、あの実はそんなに損してないよねっていうのが全く分かってなくて、で、結局3分割かなんかになってて、損したと思ってたら、なんか最終的に売ったらなんか28万円とかなんかするぐらいで、なんか10万円ぐらい得してたんですよ。 っていうので、あの、それすらも全く見てなかったから、あの、結果として、やっぱりその、売り時のタイミングを見ているとかっていうのは、僕はできないタイプなんだなっていうのが分かったので、なので、あ、こう、株価を見て株を買うとか、あの、っていうのはもうやめようっていうので、あの、基本的に死亡させる株しか買わないっていうふうに決めてたんですよ。なので、あの、なんか株主優待権がもらえる、なんか松屋とかそういうのばっかり買ってて、牛丼とかサイズリ屋とかばっかり食ってたっていうのが僕が日本にいる時代でさえ。 あがき来るでしょ。いあのね、一年間海外に行ってて、戻ってくると、アホみたいにしっかり郵便物が溜まるんですよ。一年分。で、あの、基本どうでもいいやつなんですよ。なんかあの、この口座にいくら入ってます。で、なんか一ヶ月間の、ね、MMF の輸入用でなんか3円増えましたみたいなやつだから、開きもしないんですよ。なんかもう、証券会社が言ってるやつ、あ、だいたい一緒でしょ、一緒でしょって全部捨てちゃうんで。なので、こう知らないままだったっていう。あの、アメリカの論文で、あの、金融の論文で、 確か1970年代から2000年にかけて、一番儲けてる人というのはどういう人なんだって、プロファイルを調べたんですよ投資で儲けたい、というなら1%でも得する情報を探すということなので、NISA や iDeCo について調べないとか、投資に向かえてないと思うんですよ、ね、でその,あの金融の銀行に勤めてる人で、ヘッドハンドのマネージャー。 で、そこのあのなんかあの普通の一般市民、いろんな人で調べて、で、一番儲けてる範のプロファイルのどういう人だったのかっていうの,の答えは、この人でした。死んだ人。<laughs> あの、どんな時に何があっても売らなかった人だけが、実は一番儲けてる。まあ、基本的には株価って、やっぱりあの、下がったりはあるんですけど、基本的には右肩があるんですよ、アメリカは。なので、そのファンドマネージャーとかで、その、 安い時に買って高い時に売るをやってても、高い時で売ってる要はこうやって上がるとして、こうやって上がってって高い時に売るなんだけど、これほっといたらもっと上がってたんですよ。なので、ここで理学しちゃってるから、すごい得して、ファンドマネージャー、俺得したよっていう風になってるんだけど、実は持ちっぱなしだともっと上がってるんですよ。っていうのがあって、あの、一番得する人は死んだ人っていう。<laughs> なので、あの、基本的にはもう持ちっぱにするっていうので、僕はあの、株価とか一時見ないようにしてください。 暇の時に見て、あの、その株式が動いて、あ、こういう感じで今動いてるんだっていう風な意味で見るんですけど、あの、この価格になったら売ろうとか、この価格になったら買おうとか、そういう状況で株価を見ることはなくなりましたね。昔はなんかその、あの、ある程度なんかその、株をこういろいろやってみようっていう時代は、なんかその、 旅行先とかでもこう株価をチェックして、あ、これ売らなきゃみたいなので、ちょこちょこ、ちまじまと、ガラケーでこう売りの注文を出すみたいなのをやってたんですけど、なんかそういうのってやらない方が、人生が豊かになるなと思ったので。なので、その、あ,あの、えー、っと、J コム男さんと言われる、まあ、J コムでめちゃめちゃ儲けた、あの個人投資家の人がいるんですけど、でその人の,あのニュースとか話とかをたまに見てたんですけど、1000万円以上ない人が投資について考えるより、資格を取ったり昇給を狙った方が効率いいです。 積み立てにいさといでことふるさと納税に突っ込んで、それでも余るようなら個別の株式投資を考えればいいと思います基本的にもうずっと家から出れないんですよね、忙しすぎて。まあ、要するにその家から離れてる間に株価が動いちゃうと、それだけで何億円も損する場合があるんですよ。 いや、その、リアルにバシバシ動いてる株をやっちゃってると、もうそこで、じゃあ、5分間うんこしてる間に2000万円損しましたってなると、もう、おたおたうんこも知らんないじゃないですか。まあ、その、あの、オンラインゲームやってる人とかも同じ感じだと思うんですけど、でそうすると、どんな時でも気が休まらないんですよね、ポジション持っちゃってると。いや、その、なんかみんなでこう、ファミレスで飯食ってる時に、いや、面白かったねって言ってる間に、こう、株価見たら、もうなんか2000万円損してるってなったら、もう早く家戻んなきゃってなるじゃないですか。だからもう、友達と飲みに行くとかが、やっぱり楽しめなくなっちゃうんですよ。 なので、そういう生活にやっぱりなるのは嫌だなと思ったので、なのでその、まあ、株で儲けた方が、あの、まあ、働かないで儲かれたら得だよね、ってね、そういう人生になりたいよね、という気持ちはわかるんですけど、 その何か気にするものが一生あり続ける人生という方が、多分その脳の容量的には、やっぱりそこの株価を気にし続けるっていうのを、まあ一日のその16時間ぐらい起きてるとして、その16時間のかなりの時間をそれ使っちゃうと思うんですよね。なので結果としてなんかその株価をチェックし続けるための人生でしたみたいになっちゃうのはどうかなっていう。 のがあるので、僕はなんか、そういうのが向いてないです。あの、テスタさんみたいに、あの、そういうの大好きって向いてる人はもう全然いいと思うんですけど、はい。だから、向き不向きだと思うんですよね。なので、あの、株手儲けたいなは多分誰しも思うと思うんですけど、ただ、性格的に、能力的に向いてるのかっていうところでいくと、まあ、なかなか厳しいんじゃないかなと。ありました。チャンネル登録お願いします。Who's fault? It's our fault or your fault?Who's fault?Okay, okay, c h o o s e w h o s fault? う、okay, okay.。家や、っのいや、今、つらいですよね。どこ帰るんですか <laughs>